サッカー J1 昇格を決めたサガン鳥栖による出前授業が6日、唐津市鎮西町の名古屋小学校でありました。名古屋小学校を訪れたのは、サガン鳥栖でサッカーの普及活動をしているコーチ4人です。子どもたちは運動場に集まり、昇格おめでとうの横断幕を掲げ、花束を贈りました。このあと5年生と6年生がコーチの指導を受けました。上の合図で手をつないでドリブルし、目印にボールを当てるゲームを楽しみました。子どもたちは、コーチがとても優しく教えてくれて分かりやすかった。来年は J1 になるので一生懸命応援しますと話していました。サッカーの出前授業は佐賀県プロサッカー振興協議会がサガン鳥栖と協力し、県内各地で開いています。